つぼいと国は、おわり国の廃人。しょうべえ、万菊丸、岩木くま丸とも称した。野豪はつぼや、廃合として野人。おわり国名古屋城下、みその町において、米屋を営む家に生まれた。つぼは当町において、町代を務める名家であった。松尾芭蕉の弟子であり、上京元年に、冬の日を編んだ。上京二年、手形で、空前を売った戸が弟子在となったが、 徳川光友に御社を賜い、三河国厚見郡旗村に追放となった。後に、休みに移る。状況4年に慰めに、馬蕉が越人を連れ、当地を訪ねている。墓所は田原市福江町長恩寺にある。また、1960年には屋敷跡に石碑が建立され、1988年には都国公園として整備されている。 都国が伝えた将風の徘徊は、都国の家牧、家田与八郎の孫、うち、当時高志の時代になって盛んになり、その門下に原始蔵ら多くので子らが輩出した。都国の母書のある長恩寺では、毎年4月頃、都国を忍ぶ追善供養と共に、廃人森国検証会の主催する、廃句大会の表彰式を行っている。昼の空飲み噛む犬の寝返り手師である。 松尾芭蕉が弟子の越人と徒国の住む休みに来た時に読んだ歌である。その他に、黄昏を横に眺むる月細し、白々と砕けしは、人の骨かなに、あや人へゆに、滋がの花六手など、ありがとうございます。